皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、ポップな雰囲気のある、こちらのデビルハンターで魔人のフィギュアです。チェーンソーマンとは、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。公安隊魔特異4課所属にして、デンジのバディであるパワーが、7分の1スケールのフィギュアで参上します。イエイ！爽快にポーズを決めた姿で、立体化されていますよ。血のエフェクトを足場にし、まるでヒーローが参上したようなポージングとなっていますね。傲岸不遜でありつつも憎めない表情が、パワーらしさを表現していると思います。ガッチャ！カートゥーン調の描き文字パーツにより、ポップさが演出されているのではないでしょうか。台座となる血のエフェクトには、しがみつくにゃーこがいます。ポップな文字パーツとも相まって、お調子者なパワーの魅力が、ギュギュッと詰め込まれたフィギュアになっています。よーし、盛り上げていくぞー。着崩した制服やスニーカーなども、細部までバッチリ再現されています。服のシワやジャケットにネクタイのなびきも、細かく表現されていますね。流れるようになびく髪の毛先は躍動感たっぷりに造形されており、パワーの迫力が引き立ちます。粉砕玉砕大喝采。パワーのおっぱいのボリューム感も再現されていて最高です。シャツのシワの表現が丁寧に造形されていることで、バストのボリュームがより際立っていると思います。パワーにとって良い働きをすれば、胸をさんもみさせてくれるかもしれません。エッチ。血のレフェクトはクリアパーツで表現され、生々しさと美しさのコントラストが楽しめます。トゲトゲとした造形となっているため、貫通力が高そうに見えるので、しがみついているニャーコがちょっぴり心配になりますね。豪快にポーズを決めたパワーの姿に思わず魅了されてしまいそうです。だってそれが愛だろう。こちらのフィギュアは2024年7月に発売です。そしてお値段は、2万3900円です。このフィギュアをお迎えしたら、ポップな雰囲気なパワーを、SNS などで広めてあげましょう。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事を、下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。